Sami-chan, 久しぶり。元気だった？ Saki-chan, 久しぶり。元気だったよ。あれ、私たち最後に会ったのいつだっけ？確か3年ぐらい前かな。え、もうそんなに経つ？じゃあ3年ぶりに再会だね。皆さんこんにちは、琴の奈美です。お元気ですか？今日は JLPT N3 の文型ブリについて教えます。この文型は話している人が久しぶりに何かをしました、前に何かをした時から長い時間が経ちましたと感じた時に使います。私と友達は久しぶりに再会しました。前に会ったのは3年前なので、長い時間が経ったと感じました。だから私と友達は3年ぶりに再会しました。もう一つ例文を見てみましょう。最近毎日毎日雨ばかりです。今日も昨日も一昨日もその前もずっと雨でした。ああ、いつ晴れるのかな。天気予報を見てみよう。あ、天気予報によると明日久しぶりに晴れるそうです。前に晴れたのは確か2週間前でした。だから明日2週間ぶりに晴れるそうです。やったー。フォームはナウンプラスブリです。このナウンには3年や2週間などの時間の言葉がきます。Thanks for watching. Please remember to subscribe and turn on notifications.